よかったね、ホテル最高だったね。最高だった最高だったね。ご飯美味しいし、お布団気持ちいいし、お部屋綺麗だしね。お風呂広いし、安いし、安いし。はい、どうですか？大丈夫？イエーイ！イエーイ！確かに値段が書いてない。高いかな。高いかな。安い。早いね。はい、そう。暑い。おいしい。めっちゃおいしい。本当、私も食べたい。だし効いてる感じ。すごい出汁効いてて美味しいよね。このはおばあちゃん家にある。ここはつまりここはおばあちゃん家。大丈夫です。美味しそう。パイナポーで行こう。パイナポー頼んだのは米につけた青森コーヒーシートと、あとガバガバ。あれ、さっきのパイナポーはどこ行った？
いただきます。ああ、あ、カラメルクっぽい。ほんと？めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいよこれ。うまっ。これめっちゃ美味しい。これもコーヒーだわ。ね、なんかカフェオレっぽい感じ。コーヒー味じゃん。うん。ガチコーヒー。ほんのり甘くて飲みやすい。青森入ってるかどうかな。これ暑い時めっちゃいいね。すごい。これ今まで飲んだシェイクの中で一番うまい。めっちゃすごい。なんかフルーツの中でなんか他のより絶対これですね。ね。こっちの方がなんかズボンにも合ってる気がする。まあ確かに。これいい。なんか海っぽい。うん。アロハシャツっぽい。ね、かわいい。ファッションって感じ。これの方がいい。華やかだよね。うん、それめっちゃいい。かわいい。これいいね。あ、いいね、サイズ感。かわいくないこれ。かわいい。ね。ちょっと私もサイズ合わせてみようかな。これ似合ってるよ、だって。ズボンにもなんかいい感じ。めっちゃ似合ってるよ。いい感じだ、うん、ちょうどいいぐらいだと思うな。ズボンに合うね、うん、私に似合ってるかどうかちょっとわからんが、はい、比べた。あ、似合う。何でも似合ってしまう。サリウスウェアめっちゃ素敵だなって思うんだけど、まあ結構するやん、うん、三千円切るもんね。ね、コスパいいよね。よしよし、4時のターン間に合いそうだ。ロッカーある。いくらなんだろう。400円か、うん、あそこいいね。じゃあやっぱり4時竹富島行き、大人2人お願いします。ありがとうございます。あー、よかった、間に合ったよ。はい、めっちゃ並んでんじゃん。すげえ、すごい人だ。帰りの人たちがすごい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、うん、はい、帰ります。まだこんなサイズあるの。ね、トラベル用にいいね。まあ、はい、次のお部屋となります。ここですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。めっちゃ広いね。広い。なんか天井とかさ、すっごい高いじゃん、うん、開放感あるね。え、鏡立ててある。鏡がある。あの小指ぶつけた。すごい素敵。すごい。え、ソファーがあるよ。すごくない？すごい。家みたいだね。冷蔵庫、これ、これ2人暮らしぐらいあるよ。ほら、冷凍庫別だもん。ほら、レンジもあるし。電子レンジもあるね。やば。琉球の曲流せれる。CD があるからかけれるって。どれかける？島唄集、癒しの波音、波音もあるよ。さあ、竹富島の島唄集。すげえ。あんまかかってる。あ、いい。
ちょっと咲いてるし、綺麗くない？めっちゃいい。してくれるね。うわ。いつかポロンと落ちた。ポロンと落ちたらやばいよね、私って。ボケ受けたのか。夕焼け、ね、夕焼けが綺麗だ、やばい。ちょっと雲があるかな。ね、綺麗だね。本当？八重山そば、うん、本日2回目、あれ本日2回目、本日で3回目。しかもソウルそば1回目なくて、全部八重山そば。そう、八重山そば、石垣牛、耳が豚の耳の、なんとか買い物というか、イカとマグロとハタ、うん、と海ぶどうかね。竹富島さんの車エビと赤、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 赤なんとか、北東のなんか沖縄北東の蒸しパン で、これが、うん、これ聞こえなかったね。これがね、煮物、うん、これあれじゃん、ラッケ、豚の角煮とカブかな、わかんないけど、うん、はい、そんな感じで沖縄てんこ盛りでございます。美味しそうです。美味しいです。